こんにちは。体の枝10万円勝負です。今日は2019年の11月1日です。今月から、シリのテストネットが始まりますということですね。はい、でステーキングも始まります。はい、枝コインの値段は 4.48 円ですね。まあ11月に入ったからといってちょっと上がりかなと思ったけど上がってません。はい、昨日からマイナス 0.1% 下がっていると。出来高も若干安め、少なめですね。はい、7500万エイダです。はい、チャートですけども、これ4時間足です。4時間足で見ますと、はい、一旦、ここを抜けてるんですね。まあ、私はここが、ずっとレジサポラインだと言ってきて、ここに一瞬、当たって跳ね返ったかと思うとちょっとこれ触れてます。まあここでちょっとサンズみたいなの作ってまた落ちてくるっていうのはあり得るかもしれないですね。はい、ではですね、もうちょっと広げてみたいと思います。よいしょ。これ1時間足ですけども、1時間足で見るとここで1回先ほどのレジサポラインですね、で、こうやって戻ってきて上がるよって言って、で、もう一回下がってきてるんですね。で、ここでほぼほぼこのラインまで下がってきて、また上がってると。で、またここ、まあ、三角作って、上に行くのかなっていう感じがしますけどね。はい。ですので、慌てて買わなくてもよかったかなっていうのは結果論としてはありますが、でもね、だん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 人気が出てくるんじゃないかなというふうに思いますね。ビットコインももう100万円ぐらいで安定してますし、はい、でここも下げトレンドってずっと言ってきてますけども、安値更新してませんし、高値が切り下げてきたんだけど、ここで一回ちょっと上がってきてますよね。だからこうダブルを作って右辺が強いという形になっていく可能性が高いかなというふうに思ってます。はい、で今日はですね、金曜日ということでついていくつかあるんですけども、今日はここをちょっとご紹介したいと思います。山子からですけども、今回のブログでは体の完全な分散化を実現した後のステーキングについて簡単にご説明します。まあシェリーのメインネットですよね。シェリーに切り替わってからということだと思いますけど、体のブロックチェーンにブロックを追加する次のエイダ保有者を公平かつ公正に選ぶ方法とは一体どのようなものなんでしょうかということですね。はい、じゃあちょっと見てみましょう。体のブロックチェーンにブロックを追加するには、ね、体のブロックチェーンにブロックを追加するにはということで例読んでいきたいと思います。シリーの時代の到来とともに、科学哲学を通じて進化を続けるはずの第三世代ブロックチェーン、からだのは安全性と分散を実証できる世界初のプルーフオブステークブロックチェーンとなります。POS ブロックチェーンとなることで、体の他のブロックチェーンエコシステムとは本質的な点で差異化されます。重要なのは、体のがブロックチェーンにブロックを追加する人をいかに選択し、ネットワーク全体のセキュリティ強化を達成しているかという点です。今回のブログでは、体のが完全な分散化を実現した後のステーキングについて簡単にご説明します。体のブロックチェーンにブロックを追加する次のエイダ保有者を公平かつ公正に選ぶ方法とは一体どのようなものでしょうか。体の本質的な分散化を実現するアプローチ。以前のブログで、体のとビットコインをそれぞれスーパーマーケットに例えて両者の違いを紹介しました。ビットコインのスーパーマーケットでは複数台のレジやマイニングプールにあたるものでした。商品の入ったカゴ、括弧暗号通貨のトランザクションの集積にあたります。つまりブロックと呼ばれるものですね、はレジ係、括弧マイナーに処理され、トランザクションが正当なものであると検証されればブロックチェーンに追加されます。ビットコインのスーパーマーケットでは、商品の入ったカゴ、括弧ブロックチェーン上で発生した暗号通貨のトランザクションの大多数は非常に限られた数のレジで処理しています。なぜこのような状態になるかというと、ビットコインではブロックチェーンの運営に貢献するために、レジ係、マイナーが用いたエネルギー量とレジ、マイニングプールの規模が比例するからです。大規模な産業用のマイニング設備は非常に大規模なレジを持つことができる一方で、小規模な、すなわち標準的なコンピューターではごく小規模のレジしか持てません。当然商品の入ったカゴを処理し、報酬を手にする数多くのチャンスは巨大なレジの方に集まります。
一方、カルダノエイダのスーパーマーケットでは、カルダノブロックチェーンネットワークは、ステーキングの機能を備え、多数のレジ、ステークプールに対応することができます。レジはそれぞれレジ係、ステークプールの運営者が操作を行い、ネットワーク上にある商品の入ったカゴ、ブロックを処理します。効率性のため、ステーキングはエイダ保持者がステーキングに参加したとき、またはエイダ保有者が自身のエイダをカルダノブロックチェーンネットワークに委任したときに実行されます。カルダノでは、それぞれのレジの最大規模を確認することで、巨大なレジがカゴの大多数を処理することのないように設計されています。不規則性による公平さ。商品の入ったカゴ、エイダトランザクションのブロックをカルダノブロックチェーンに追加する必要が生じるたび、レジ係やレジ、それぞれステークプールの運営者とステークプールを選び出すことになります。抽選で選ばれると報酬としてエイダが得られます。通常のカルダノ保持者がレジ係にエイダステークを与えると、レジ係はより多くの抽選チケットを獲得できます。つまり、抽選に選ばれるチャンスが増えたことになるのです。抽選チケットを少ししか持たない小規模なレジは、抽選で選ばれるチャンスが少ない一方、多くのチケットを持つ大規模なレジは、抽選でもより有利になるのです。では、規模も抽選チケットの数も全く同じ100のレジがあったらどうでしょうか。それぞれのレジ係が同じ枚数の抽選チケットを持っているのでならば、全員が抽選で選ばれ、次のエイドトランザクションのカゴを処理できるようになるのでしょうか。抽選の公平性を保つため、カルダノは不規則性という特別な要素を追加しています。このような不規則性を導入しなければ、一部のレジ係が他よりも多くのカゴを処理できるようになってしまいます。カルダノネットワークは不規則性によって公平な抽選を実現しているのです。当選したレジ係はリーダー、スロットリーダーと呼ばれます。日々生活をしていると、多くの事象には規則が存在しません。パターンの予測を回避することで、カルダノは長期的な公平さと不規則性を実現しています。このような不規則性は、レジが一連の行動によってシードと呼ばれる実証可能なランダムな情報を生み出すことで達成されます。シードはスロットリーダーを選ぶ機能のために利用されます。この機能によって、カルダノブロックチェーンに存在する抽選チケット、エイダステークが選び出されるのです。抽選チケットを持つ人は、エイダステークをレジ係、ステークプールの運営者に委任すると、レジ係をブロックを検証することができるようになります。このようなリーダーは、次のブロックをカルダノブロックチェーンに追加することができます。これによる報酬は、ブロックの検証者とステークの所有者に自動的に配布されます。このような仕組みにより、レジが同じ規模である場合にも、カルダノブロックチェーンにブロックを追加するランダムな機会を公平に手にすることができるのです。最後に、カルダノの POS プロトコルで報酬を受け取るためには積極的な参加が必要です。つまり抽選で選ばれて次のブロックを生成できるようになるためにはレジ係、ステークプールの運営者は一定の処理を実施する必要があるのです。トランザクションの次のブロックを検証するエイダ保有者は公平な抽選により選ばれます。エイダステークホルダーのグループの人であれば誰もがスロットリーダーになる可能性があります。ステークホルダーが多くのエイダステークを持てば持つほどスロットリーダーになる可能性が上がります。しかし、同じ規模のステークプールでは、カルダノに次のブロックを追加できるチャンスは平等にあるのです。ということです。はい。大体ご理解、されたでしょうか。はい。まあ、POS ですので、ステークですよね。どれだけ持ってるかによって、報酬が得られる可能性が増えてくると。ただし、ランダムに選ぶので確率は一緒でも結果的には異なる結果が出るということですよね。はい、よく分かったと思います。じゃあ値段を確認します。はい、4.48 円ですね。14,012.9×4.48 で元本が10万円ですので、37,222円のマイナスですね。すなわち 37.2% の、値下がりということになります。はい、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。11月でテストネットがだんだん、有名になってくるとですね、ステーキングの話が出てきて、だんだん人気が出てきて値段が上がってくるんじゃないかなというふうに思ってます。皆さんいかがでしょうか。今日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。